どうもプロボーラーの加藤です。いつもありがとうございます。はい、今年もやってまいりましたブランド S モデルシャツです。はい、7色の7ブランドということで49スタイル選べますね。はい、私は900ローバル。なかなか私の緑って見慣れないと思うんですけど、ちゃんと緑も選びますよ。はい、ということで今回は900グローバルのウェアを着て、はい、今900グローバル旬なボールといえばクルーズファイヤーレッドです。こちらを1ゲーム投球して230点以上打ちたいと思います。はい、それでは最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、選べますからね、色。はい、なかなか緑選ばないんですけど、今回は900ローバル緑とナノです。赤を選びました。さあウェアを着ての、1球目ストライクです。やっぱり全部お揃いっていいですよね。はい、ということで230以上打てなければ私ラインスタンプ作りましたので、そちらをプレゼントしたいと思います。1名の方に。はい、いきますよ。私のラインスタンプ、皆さんついに発売になりました。さあ2球目来い。もうボールが神すぎます。神すぎるって神ですよ。素晴らしい。とりあえず前に投げとけば曲がってストライクみたいな感じがあります。はい、素晴らしいです。私のラインスタンプなんですけど、話を戻すと今2が発売されてます。で皆さん今2しかないんですね。で2が発売なので、あれ1どこにあるんですかっていう問い合わせが多いんですけど、1はラインさんの方からNG 却下されました。なので2しかないです。さあ3フレいきます。来い。素晴らしい。はい、その却下された理由っていうのがですね、一応16個こう作ったんですけど、その中に YouTube のロゴですね、僕のに顔とカトピーワールドボーリングチャンネルっていうやつ入れたら、それがですね宣伝行為ということでダメでした。でそれを申請してる時にもう2を先に2も申請してたんですね。で1が返ってきた次の日に2が申請通って2の販売ということになってます。ですので1は誰も持っていません。さあ4フレいきます。あ、ちょっと出ちゃったよ。でも神ボール。はい、皆さんクルーズマジでいいですよ。はい、ということで2がやっぱ挨拶がなかったので、今3で挨拶の分のスタンプを作って申請しました。ということで話を元に戻すと、900グローバルのウェアを着て900グローバルのボールを投げるとストライク量産ということです。はい、いろんなところに話が飛んでますね。そしてピンも飛ぶ。いきます。はい、完璧。すごい。はい、今年の YouTube2 個目のパーフェクトはやはり同じクルーズで出そうな勢いです。さああと7個ですよ。今年の一発目はクルーズバイオレットでしたね。そして今投げてるのはクルーズファイヤーレッドです。さあ6フレ。あれ、ひどい、ひどい嫉妬。とんでもない嫉妬しましたね。さすがにあれは許容範囲外です。すいません。そしてやっぱ残るのはお友達でした。くそー、ね、同じ
ウェアとボール揃えたからいけると思ったんですけど、あ、やばい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 、ちょっと調子に乗りすぎましたね。はい、ということで気を取り直して7フレーム目から行きたいと思います。お友達一人置いてきてしまったんで取り戻しに行きます。なかなかあんな嫉妬しないぐらいの嫉妬をしましたよ。 OK、 よし、はい、やっぱり強いカバーストックのパール、切れすぎなくていいですね。はい、読みやすいです。でも噛みすぎてないけどちゃんと転がってる、素晴らしいですね。さあ8フレ、一緒ですよ、嫉妬だけしないように。ピンの飛びがやばくないですか、最高です。ちょっとクルーズファイヤーレッドのことを考えて赤にすれば弱かったかななんて思いながらも、またちょっとね同じ色じゃないところもいいのかなと。クリスマス先取りですよ、赤と緑で。さあファンデーションフレーム9フレ、はい、6番ピンが真横に倒れました、ラッキー。さあ10フレいきますよ、新作のウェアを着て、はい、新作のボールを投げる、最高ですね。ボーリング身が引き締まる思いですよ、新しいウェアを着て新しいボールを投げれる幸せ、いきます。すごい、あの3番ピンの飛び方、はい、最高です。6フレでペチャクチャペチャクチャ喋らなければもしかしたらあったかもしれないです。でもあそこでミスってるから気が楽になって続いてるっていう考え方もありますが、まあ、全てポジティブにいいんです、いけば。はい、サードに行け、来い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 、3番ピンの倒れ方がすごすぎ、9番と天ピンのところにこう横になってるから絶対タップしないマンです。はい、さあラスト、前半5個でしたからね、後半は6個にしましょう、いきますよ、完璧なストライク、900だって、900グローバルの上を着て900グローバルのボールを投げるとどういう結果か、皆様最後の1球ご覧ください。カバーストック強くてパールあんまり切れないですねって言ったのに、さすが私やっちゃいました。いやー、はい、3、6、10、1本残したのと最後9番残ってしまいましたが、皆さんもぜひお揃いじゃなくてもいいです、7ブランドあるので、はい、7ブランドかける7色着てみませんか。はい、おすすめは900グローバルと7ですです。はい、ということでご視聴ありがとうございました。とりあえず結果的にはですね、はい、264品出ました。はい、やっぱおそろっていいですね、ぜひ皆様も僕とおそろしてみませんか。はい、ご視聴ありがとうございました、また次回の動画でお会いしましょう、ありがとうございました。